画のショーシャンクの空にでは、刑務所の壁に密かに穴を掘り、その穴を女優リタ・ヘイワースのポスターで隠していた。そのポスターがやがて1950年代に人気のあったマリリン・モンロー、60年代のラクエル・ウェルチに変わっていく。それだけの長い歳月をかけて穴を掘り、脱獄に成功する。アルカトラズからの脱出では、刑務所の中で自分の顔にそっくりな人形をこしらえ、ベッドに置き、これで看守の目を欺いた。海を渡る時に使ったのはレインコートを剥ぎ合わせて作った船だった。フィクションの世界で脱獄とか逃走といえば、あの手この手の計画と工夫が必要だが、現実ではそうでもないのか。大阪府警富田林署の接見室から男の容疑者が逃走した。さほどの知恵はいらなかったと書けば、やや皮肉が過ぎるか。接見が終わるとブザーが鳴り、署員に知らせる仕組みになっていたそうだが、やかましいとでも思ったのか、電池が抜いてあり、その役目を果たさなかった。容疑者は弁護士との接見後、しばらく一人で放置された形で、その隙に逃げられたとは、なんとも粗忽な話である。面会者と隔てるアクリル板が押し破られた形跡もあるそうで、これにもまたその程度の強度なのかと驚く。おかげで周辺住民はのんびりしたいお盆の時期に不安を募らせる。富田林が飛んだ話ではシャレにもならぬ。ご視聴ありがとうございます。